はい、皆さん、こんにちは。参議院議員の時田俊です。今日も Vlog をスタートしていきます。今日2月の6日なんですけども、まだ衆参の方で予算の質疑が続いています。あ衆議院の方でですね。先週までは補正予算の予算委員会審議だったので、衆議院、参議院ということで、私も登壇してや,やらせていただいたんですが、今週からは、まずは衆議院の方で、あの衆議院、参議院ありますけども、衆議院が選議、先にやるっていうのはもうこの国会のルールですからね。まずこの2月はですね、衆議院を中心に予算委員会がもう連日のように 行われるわけであります。で、これですね。で、僕も国会に来てですね、初めて知ったんですが、この予算委員会でね、 たくさん種類があるんですよ。えー、ということは、まあ、種類があるということはなんとなく私も知ってたんですが、全然やっぱ中入ってみないと分かんなかったので、今日はその違いについてですね、皆さんに工学のためにお伝えをしたいなというふうに思います。で、これはブログにも書かせていただいたんですが、まず結論から申し上げますと、予算委員会というのは大きく分けて4種類あります。まあ、この他にね、地方公聴会とか文化会とか細かいのはあるんですけども、この皆さんがテレビとかインターネット中継でよく見る予算委員会には4種類あるんですね。基本的質疑。 一般すぎ、集中審議、締めくくりすぎと。 ま、なんどこっちゃわからないと思いますので、まあ、一個一個解説していきたいんですが、何が違うかというと、出席者とですね、そしてま、それによってこの格式みたいなものが、だいぶ異なってくるんです。で、皆さんが多分一番よく想像する総理大臣がいて、全員閣僚がずらってって並んでる、あの予算委員会というのは、この中のこの基本的質疑と、最後の締めくくり質疑。四これ参議院だと締めくくり総括質疑ってちょっと名前も変わるんですけども、これ衆議院バージョンですね。この 1>, 1点目とこの4点目の2つは、ですねまず総理大臣も全閣僚も必ず出席しなきゃいけないと。 NHK のテレビ中継、生中継が入るのも、基本的に、この二つは、生中継が入るということになっています。なので、もう格も一番高いということですね。で、えー、おまでやっていて、足立康大義士とかが、立ってテレビ中継されていたのも、この基本的質疑というものです。で、これが終わるとですね、今、今日2月6日とかにやってるのが、今度は一般質疑というものに移ります。で、この一般質疑は、まず予算を管轄するのは財務省なので、財務大臣の麻生さんは全部出席。で そのほか質問通告があって答弁の出番がある大臣は出席しなきゃいけないということでテレビとかネット中継見ると、まあ、席がラガラで麻生さんがズーっと座ってて何人か大臣がポロポロっていらっしゃるこれが一般質疑。 それでさらに集中審議というのがあって、これは何かというと、まあ、あの言葉の通り集中、テーマを決めて、そのテーマについて審議をするために設けられる質問なので、総理大臣とそのテーマになった大臣、あとはこう通告があった大臣がその時より来るというのが集中審議というものなんですね。で、この2つはですね、基本的にはテレビの生中継とかは入らなくて、まあ、ネット中継とか、あと夜のニュースとかで、ちらほら、 この場面が出るということになります。なのでですね、一口に予算委員会といってもですね、こういう種類がいっぱいあって、これが1ヶ月ぐらいずっとこう、2月いっぱい衆議院でやっていくのが、まずこの予算審議のプロセスということになります。でですね、この問題点というかですね、やっぱりこの国会会議しなきゃいけないなと思うのは、今申し上げたように、全閣僚が全部出席しなきゃいけないものがあるんですよ。基本的質疑と締めくくり総括疑で、今ですね、ご覧になればわかる通り、今、桜の問題とかずっとやってて、全然関係な 大臣とか出番がなななないいい大臣とととかかかか本当座っっってるるだけけででで日中方らしゃゃわすすよよ、まあ、壮絶な時間の無駄じゃないかとやっぱ私なんんは思うんですよね今、コロナウイルス問題が非常に盛んなってますから、厚労大臣はですね、自分の出番がない時以外、離席していいよっていう特別ルールが今回認められたんですけども、だったらですね、もう出番がない大臣は、もう全部ね、もういつでも出なくていいと、離席していいっていうルールに、私はね、改めるべきだというふうに思いますし、これぐらいの国会改革ができなかったら、もう世間一般の働き方改革なんてね、 無理だと思いますよだってもう出番がない会議にずっと全員が重要役員取締役が全部出てるのと同じことをやってるわけですからいかにね予算委員会が予算っていうのは国家の根幹ですから重要で確信が高いものだと言ってもですねそこはですねやっぱり効率化をして総理と関係がある大臣出番がある大臣だけでいいじゃないかとそういうふうにですね私は変えていくべきだと思ってますからこれもですねしっかりとこの国会の改革の一環として提案をしてまいりたいというふうに考えておりますということで予算委員会は一応その補正予算 今は成立して一段落して今は衆議院第一ステージ次は3月には参議院にやってまいります2月は比較的参議院はちょっと時間があるんですけどもこの金ですねしっかり調査研究を進めて3月の予算審議に臨みたいと思っておりますでこれ2つ宣伝があります今 NPO の万年野党さんあの三ッ星国会議員とかの表彰をしている組織がここまでの予算質疑国会質疑の中で よかった質問を教えてくださいっていうアンケートをネット上で取っています。で、私のもエントリーされていて、ちょこちょこ票が入ってるみたいなので、よかったらですね、私の質問がよかったと思う方は、この万年野党さんのホームページに行ってですね、ちょっと入れときますんで、そこで私に投票をしていただいたり、まあ私以外の人でもいいので、よかったと思う議員に投票をしてください。あとですね、あの、日本維新の会は、あの、党員を募集しております。どどん。 で、この党員募集の上りを作らせていただきました。3月末までですね、党員を私は200名国会議員なので集めなきゃいけないという、まあ、ノルマって言ったらちょっと言い方があるかもしれない。まあ、党勢拡大のためにね、200名集めてくれと、党から頼まれております。で、現在ですね、今80名ぐらいまで行ったんですが、あと120名集めないといけないと。そして残り2ヶ月間ということになりましてですね、年会費は2000円、開放も4回かな届きますし、もし将来代表選があればですね、その投票権もおそらく得られるということで、 いろんな特典もありますのでよかったら是非この党員に加盟してもらえるよという方もこの下の問い合わせからまた来ていただけるようにお願いを申し上げます。はいということで以上で今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回さよなら